皆さんどうもこんにちは、ゆめたべじです。今回お送りするこの動画は初心者の方から中級者、そしてこれから上級者になりたいよっていう方向けの動画になっております。はい、もうね、ゆめたべじもびっくりしたの。クリスマスの12月25日、うんうん、朝ね、まあ、子供たちがサンタさん来たーなんて言って、うんうん、なんかイメーとか喜んでるわけよ、うんうん、でそれを見ながら生きてんな俺らってこう夫婦で実感してたわけじゃん。そうね、あーなんかすげえホカホカだなーと思って、うん、でよしと虫カツするぞってことで、まあ25日もいつも通りプリドルームで虫カツしてたわけ、うんうん、でまあピンポンの一つも鳴らずにね、黙々と作業してたの、うん、でね、とある拍子でちょっとコーヒーでも買いに行きたいなと思って玄関を開けると、うん、なんとね、玄関の左側おっきな段ボールが置いてあったの。ツイッターに載せたよね。そう、載せた載せた載せた。で、その中身、あ、誰にだろうと思ったのよ、うん、でもラベルには俺の名前が書いてるし、うんうん、え、誰かなと思ってもう速攻開けたのよ、うん、そしたらね、とびっきりのものが入ってたの。それをね、うん、皆さんにご紹介したいと思います。はい、OK、 それでは早速届いたもの開封していきましょう。はい、それでは早速こちらの中身開封していきたいと思います。はい、これ25日俺めちゃくちゃ喜んでたよね、一人でね。え、俺頼んでないんだけど何これ、うん、って言ってたね。そう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 、初めね、うん、で、あの中の方開けるとね、うん、その送り主さんの名前書いてあったわけよ。うん、いや、マジで嬉しかった。じゃあ行くよ。はい、よいしょ、こちら、じゃじゃーん。わかる？これ見てさ、うん、ゆっちゃん全然わかんないでしょ。え、わかるよ。あ、わかる、わかるよ。ゆっちゃんでもわかるんだやっぱり。わかるよそれ、だってタカパパも持ってたもん。あ、そっかそっか、うん、そうだよね、うん、じゃあ早速ちょっと出していくよ。はい、よいしょ、こちらブロック崩し、うん、ね、これが玄関の前に届いてたのよ、うん、で、ゆめたびじずっとブロック崩しなかったの。なかったね、うん、で今まで何を使ってたかっていうと、うん、これね、うん、分かるでしょ、園芸フィルターの古いみたいな感じのやつ、うんうん、これを使ってたの。一番初めにゆめたぶちが購入したのがこの小タイプ、うん、フィルター3枚ついてて Amazon で2000円くらいで購入したの、うん、ただこのちっちゃいやつだと半分にブロックを崩して、うん、で半分ずつすりおろしていくタイプなの、うんうん、でこれでやれないことはないんだけどすごい時間かかったの、うん、で、まあ、これじゃダメだなっていうことで新しく買ったのがこっちね、うん、それいくらするの？これがね、割と高くて、うん、2500円から3000円ぐらいするやつなの。そうなんだ。で、これはフィルター1枚しかついてなくて、うん、カインズで購入したのよ、うんうん、あ、ちょっと一回り大きいの売ってんじゃんってことで購入したんだけど、うん、これはね、見てほら、ここ穴開いちゃったね。うん、穴開くのよ、ね、だからゴリ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 してる時に、うん、この隙間からどん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 なんかでっかい玉が落ちてったりとか、うん、あとなんか指とかもね、ぶつけて擦れてさ超痛かったのよ。ね、うん、でね、ゆめたびじがツイッターで、うん、ブロック崩しさえあればもっと早くできるかなみたいなことを書いてたのよ。あ、書いたの？そうそうそう。でね、ライブとかでも結構こうブロック禁止とか作ってる時に、うん、あ、ゆめさんブロック崩しないんだとか結構言われてたわけ。あ、そうなんだ、ね、そう。でもね、このブロック崩し、うん、すごい高いのよ。そうなの？そう。だから、まあ、ゆめたびじはまあもう1年ぐらいしたら買おうかな、もう1年ぐらいしたら買おうかなってずっと長引いてた。あ、そうか。そうなんだけど、クリスマス聖なる日にね、うん、これを送ってくれたんだよ。そう、すごいね、サンタさんだよね。本当にそうだよ。で、その送ってくれた方っていうのが、うん、夢旅の動画にね出てくる大桑ブリーダー、うん、黒豚さんなんだよね。へえ。俺ね、人生で初めて男の人からクリスマスプレゼントもらったの。うん、もう胸キュンだよね。え、人生で初めてこっちを見たよ。でしょ。で、黒豚さん自身も初めて男に送ったわって LINE 来たよ。うん、なんかね、いや、ゆめちゃん
ツイッターとかさ、うん、ライブとか見てて、あ、ブロック崩し持ってないんだって、うん、で、12月2日夢ためじ誕生日だったじゃん、うんうん、で、誕生日の日は多分みんなから物もらったりとか、うん、お祝いしてもらえると思うんだけど、クリスマスって男の人ってなかなかもらう機会ないじゃんって。あー、そうだよね。だからクリスマスの日に夢ちゃんに届けたんだって言われた瞬間に、うん、俺キュンキュンしちゃってさあれ、なんか変な芽生え、あれみたいな、あの女性ってそういうところなんですねっていう、うん、かっこよくない？かっこいいよね。かっこいいでしょ、うん、俺ね、今までいろんな女と付き合ってきたけど、うん、一番キュンとしたのが黒豚さんだったね。ああ、うん、な、うん、はい、あ、ごめん、言っちゃダメ、言っちゃダメ言われてる私の身にもなってくれてるじゃない私はって思ってた。ごめんごめんごめん、失礼失礼はい、あと、はい、で土下座で謝りますっていうことで、そういうね、ストーリーを今お話ししたんだけれども、うん、それだけで終わったら夢たべじっぽくないので、うん、早速これを使ってみたいと思います。お、初めての。そう、そのために夢たべじ注文しておりました。準備がよろしいね。そう、じゃあ早速ね、うん、フロック出すよ。はい、よいしょよいしょよいしょということで、はい、とりあえずね、3ブロック出しました、はい、でこの1ケースでね、6ブロック崩せるんだって。結構、うん、すごいね。そうでしょ。え、あのその樽みたいなさ、そんなにふるいでやった時は一つしかできなかったんだよね。そう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 、今まではこれで、これよ、今までやってたのこれ、こう、こう、そうそうそう、このスタイルでやってたの、うん、これか、まあ、このショーのやつね、うん、ガシャ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 こうやってたの今までは。じゃなくて今日からはポイってこう捨ててこちらのね、ブロック崩し、うん、オープンしていくんですよね。すごいよね。うわ、すごい、すごいっしょ。結構頑丈なんだね。超頑丈、もう足場かなって思うよね。足場、うん、建築関係の足場かなみたいな。普通にここ歩けるよみたいな。え、でもそこ結構ゴツゴツしてるんだよね。ただなんかこうちゃんと引っかかりがあるように、うん、ここトゲになってるのよ。トゲっていうか、トゲ、ちょっと突起が立ってんの。そうね。だから手とかこうやってやったらゴリゴリゴリってこう痛いね。うん、なっちゃうから、うん、これまあ要注意なんだなっていう感じ。うん、じゃあ早速これ使って、はい、ブロック1個すりつぶしていきたいと思います。はい、いくよ。で、夢旅路ね、うん、基本的にブロック崩すとき、まあメーカーさんにもよるんだけど、うん、被膜の少ないメーカー、うん、うん、ブロックのこの膜がね、うんうん、あのいっぱいついてないところのメーカーさんで俺購入してるから、うん、これはね普通に足で潰すよ俺は。いつもこうやって乗っかってね。でこれさ、キッズとかもみんな一緒にさ、うん、これ潰すじゃん、うんうん、ね、うんうん、で潰した後にまあ袋開けて、でそこの上にこうやって入れるわけだ。うん、どうだろうね、初めて使うからね。ねえ、うん、他の人から借りたこともないし、一回も使ったことないから、ブロック崩し。そうだよね。そうで、まあみんなはね、手袋つけて禁止やった方がいいんだけど、うんうんうん、まあ、夢とベジはちょっと今日はね、あの素手でやらせてもらうという感じ体感したいから。体感したい。うん、してやっていくよ。はい。これどうなんだろうね、やばいね。何これ、すごい、これいいね。ほんと？うん、これいいよ、めっちゃみんなこうやって崩してんだね。これさ、うんうん、夢旅じゃこうゆっくり今こうやってこう体感しながらやってるわけよ、うん、だけどまあ普段ね、本気でやるときもゴリゴリゴリってやるんだろうから、これブロック崩し超楽だね。それ何ブロックだっけ？これもう 1ブロック丸々ここに入れた感じ。あ、だからやっぱ慣れてる人だったらもっと早くさ、サクサクサクってできるんだろうけど、うん、夢とベジ今回初めてだから、そうだね、ちょっとこうおぼつかない手つきなんだけれど、うん、あ、だすげえ楽、すごい楽だよ。だから下にさ、うん、サラサラと落ちていくのがいいね。あ、見える見える見える。ああ、そうなんだ。
あ、いいね。すごいね。あっという間にブロック1個崩し終わるもんね、これだとね。なんもさ、力も入れなくていいの。うん。今までやってたやつだとさ、すげえ力入れないといけなかったのよ。ゴリ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 みたいな。手がカサカサしてる。そう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 。あ、できたできた。それはどうする？それは。もうこれは多分もうほら、捨てるのかな？捨てるやつだよ。完全に皮膜の部分だから、うんうん、こういうのはもう捨てるっていう感じだね。あ、超いいねこれね。ちゃんとこう皮膜は上に残ってて、使えるやつは下に落ちていくっていう感じ、うん、でまあこう中に残ったやつは多分こうやってってやるんだろうね。いいねこれね、めっちゃいいじゃん。でこれね、うん、もう一ついいところがあって、うん、ブロック崩すじゃん、うんうん、で途中でどこかに急遽出かけないといけないとか、うん、だから用事があそういえばあったんだとか思い出した時に、うん、これ蓋閉めることによってこのまま保管できるのよ。へーすごい。まあ数時間の間ではあるんだけれど、うん、こうすれば水分飛ばないのよ。あー すごいね。うん。で今まで夢旅人がやってたやり方、うん、これだとさ、うん、もう用事があってもこれこのまま放置していけないわけ、うん、まずはブロックを詰めてから何かしないといけないみたいな感じだったけど、うん、必要ないよねこれだとね。これね、ああ、すげえいいよこれ、超嬉しいもんこれ、めっちゃ嬉しい、うん、じゃあさ、うん、今までやってきたやり方はどうなのっていうことでそれも見てみる。ああ、ね、比較してみようか。そうだね、どんなもんなのかって、うん、それじゃあこっち側の旧タイプだよ、うん、1個ブロック崩したいと思います。はい、はい、じゃあ早速さ、はい、やっていくよ、うん、まずはいつも通りブロック崩して、うんうん、まあ、潰すって感じだね、走る、うん、潰してで、開けてこれ、ね、中に、うん、こう用意しとくわけよ、スタンバイ、はい、しといてこう半分ぐらい入れてからこうやってやってさ、うん、こうゴジ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 ってこう本当にするような感じ、力入れてこうやってやってたの今まで、こうやってね、である程度大きくなったらこうやって振るみたいな、ほらなんか浮くじゃん、うんうんうん、ね、こうやっちゃうと今までのやつってさ、この網目より大きいチップ、うん、これもさ、残っちゃうのよ。あ、そうなんだね。上に必要なやつまでもこう、上に残っちゃって、うんうん、この皮膜をこう、捨てながらね、うん、チップをなるべく取らないように、うん、一生懸命こう、手で皮膜を言ってたわけよ。もうさっきのやつやばいね、一瞬だね、超楽なんだね、うん、うん、で、ある程度大きい皮膜を取ったら、まあ、このチップを戻すみたいな、うん、で、また残った半分を出して、うん、で、また潰していくと、うん、で、潰しながら振るとこれの繰り返しなの、ずっと。だから一ブロック崩すのに倍かかったよね。ってことは小分けにして2回に、そう、2回やらないといけないみたいな感じ、ね、そういうことで、こう振るわないといけないみたいな、うん、いや全然違うやっぱさっきのやつだと。そうだね、時間、うん、こっちはさ、めちゃくちゃこう動いてる感はあるけれどさ、うん、時間的に言ったらさっきの倍かかったら本当。そうだよね、うん、でこうやってやって完成みたいな感じだったのよ。はいはい、すげえな、ブロック崩しってすごいんだな、ね、すげえ俺実感してる。だからまあ夢旅路が言えることとしては、うん、正直、うん、ずっとブリードしていくよっていう方だったら、うん、このねこっち側のブロック崩し使って、うん、初めっからねこっちのブロック崩しを買った方がいいかと思う。そうだね、使ってみて思った、うんうん、ちょっと値段はするけれど初めからあった方がいい、うん、だって言ったらこのさ、うん、ふるいもさ大小合わせて5000円はしてるわけよ。
あうんって考えるとまあ一生使うってなったらこっちあった方がいいかもね。そうだね。うん、黒豚さんが言ってたよ、クワカブ YouTuber のくせにブロック崩し持ってねえってやべえだろっつってもうまさにその通りだよね。今使ってみて思った、改めて。そうだね、うん、ただやっぱり予算的にね、うん、かけられないってどうしても。そうなんだよね。そう、俺だってブリードしてさ、うん、3年ぐらい経ってやっとこれだからね。うん、ちょっと値段がね、そうやっぱりかかるもんね。どうしてもなんかこうそれ出すんだったら虫飼いたいとか、まあ思っちゃうね。思っちゃうよ、うん、やっぱり。でもそこはやっぱり道具も大事なんだなっていうのを今回思い知ったよね。分かったよ、うん、やっぱり金糸詰める時もさ、手詰めよりもプレス、うんうんうん、で古いよりもブロック崩し、うん、やっぱりいいものを使うことによって作業効率はもう莫大にアップするね、うん、本当にそう思ったわ夢旅人ね。うん、これから時間かからなくなるね。そうだね、うん、ということで、まあ、初心者の方には、まあ、古いと、うん、トロブレでやっていただくと、うん、でいやいやいや俺はこれから何年もかけてブリードしていくんだっていう方はブロック崩し、うん、おすすめできるなと思いました、はい、ということで年末最後の動画となりましたが、はい、エンディング迎えていきます。しょ、はい、ということでエンディングになります。年末最後の動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。本年も皆様のおかげで夢旅人動画続けてこれました、うん、やっぱりなんて言ってもコメントね、夢旅人頑張れとか、うん、そういった応援メッセージもらえるだけでやっぱりやる気っつうのがめちゃくちゃアップした、ね、だからこれからも皆さんにとっていい情報、うん、そういったものをどん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 発信していきたい。飼育の仕方とか産卵セットの組み方もそうだし、うん、今年あまりうまくいかなかった幼虫の体重測定とかもね、ちゃんと3ヶ月ごとに分けてストーリーになるように皆さんに届けれるように来年はしていきたいと思います、はい、やっぱり途中途中飛んじゃってたじゃん。そうだね、うん、そういうところをやっぱり夢旅人直さなきゃいけないなっていうのを、うん、感じていますので、来年からグレードアップした夢旅路を見てほしいなと思いました、はい、ね、ということで皆さん良いお年をお過ごしください。ゆっちゃん、ん、本当はゆっちゃんも映したいんだけど、そうすっぴん寝巻きという状態ですのでいつもそんな状態なんでこれからは、うん、あのね、ま、ちゃんと化粧してチラッとでも映れるように頑張りますか。頑張りますということで、また来年お会いいたしましょう。チャンネル登録忘れずにお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ、良いお年を